最初にこれだけ言わせてくれ。マジで疲れた。はい、どうもー。メントスコーヤと、なるどー。でございます。本日もね、DNA の振り返りの動画、撮ってまいりたいなというふうには思います。 いやーですね、あのー、マスタで行いました、今日ね、振り返りの、えー、日本ハムとの最終戦、交流戦最終試合ですね、なんとしても勝っていきたいという試合だったんですけども、結果を申しますと、4対3で負けました。まあね、今日4時間半ぐらいあったんじゃないですかね。まあ、それは長期のゲームで面白い試合ではあったんですけどね、あのー、負けてしまったということで、ちょっと残念な試合展開でした。 まあ,あ、と、楽天残ってますけども、楽天30点くらいね、取られないと優勝ないので、まあ、ほぼほぼいうね、DNA が優勝かなとは思うんですけども、まあ、今日のね、試合はね、負けてしまったので、交流戦優勝というものは本当に大きくて嬉しいんですけども、何よりもやっぱり我々はリーグ優勝をね、目指さないといけないかなと思うので、きっぱりね、優勝はできても、痛い、いっぱいかなとは、私はもちろん思います。ということで、いつも通り選手の活躍を見ていきましょう。こんな風になっております。 まああのー、選手ね、もう今日なんかもう、振り返ると無理っすよね。もう頭だいぶショートしてるし、もう何回試合やったので、もう白熱した展開で最初から最後まで、あのー、見晴らせないぐらいの展開だったんですけども、まああのー、かなりね、頭ショートしてて何があったんかなっていうので、序盤思い出すの難しいかなと思うんですけども、まあ今日ね、やっぱブルペンデーっていうところもあったし、あのー、まあそこはそいつは仕方ないしね、やれることはしっかりやったと思うんですよ。 まあ今日ね、あの、何があれかというと、まあ伊勢選手と含む勝ちパターンが歌えてしまった、え、それのやっぱスタブルヒーター試合だったかなと思うので、まあそこを歌えてしまったらしゃあないよねっていうところなんですけども、やっぱ事前にできたチョイスとしましては、やっぱり今日ブルーベンデーっいうところがあったので、 あの、日本ハムはね、えー、全然今日ブルペンでじゃなかったんですよ。その日本ハム相手に、やっぱあの、ブルペンのピッチャーの数少なかったし、まあいっぱい増やせっていうものでね、やっぱこの関係があるので難しいんですけども、今日やっぱ長川選手ベンチ外しなんですよね。やっぱそれなので、やっぱブルペンでのとこ考えて、まあ延長までね、考えてたらキーないんですけど、 やっぱあの、ブルペンのピッチャーも,もうちょっと一人ぐらいは、あの、増やしていたら、あの、結構考えやすかったのかなっていうところと、あとはやっぱリバンバターですよね。エビダ選手も今日ね、レッドボールとかで2通して頑張ってるっていうところはもちろんやっぱあるんですけども、やっぱあの、日替わりの部分もあるし、まあ日替わりヒーローが出てくるっていうのももちろんいいんですけど、リバンでやっぱ日替わりっていうのはどうかなと思うんですよ。会議で日替わりっていうのはもちろんありかなと思うんですけども、やっぱ今もう近代プライティにおいて、やっぱリバンっていう めちゃくちゃ大事なところなので、やっぱ詰めてほしいなっていうふうには思いますね。 やっぱ1番関根選手にしてるんだったら、やっぱ2番佐野選手、さらには5番から3番に宮崎選手詰めて、やっぱ4番に牧選手、ほんで5番にまあ、あの、ソソ選手とかを置いて、まあ、6番あたりをね、日替わりにしてもいいのかなという風には、の試合見てね、感じましたね。えー、詰めるべきかなとは思います。その2点さえしっかりやってくれれば、両は良かったのかなとは思いましたね。そうだから、その選手ね、えー、復活、最後の丸い場面を打つことはできませんでしたけども、 まあ、あの、きっちりと4出類ね、タイムリーヒットも払ってくれましたので、ここはでかいなというふうには思ってます。まあ、あとはね、まあ、あの、総力戦で、えー、いろいろあったけども、選手しっかりと、まあ、最後まで集中力を切らさずにやってくれたのかなとはね、えー、思います。まあ、ピッチャーの方はね、カメタタニ選手素晴らしいですね。えー、モニョハン選手とエスコバー選手もね、素晴らしいです。 森川、えー、選手、本当に火消しでエ、えー、スコバー選手も2イニングきっちりね鹿、えー、山田にも含めてタフな場面に投げてくれました、ちょっとね、まあ、あの三島選手、伊勢選手、山崎選手とお題てしまいましたのでここら辺は心配なのかなとは思うんですけども三島選手はねワンチャンもちょっと続いているので休養がてらね下も結構いいピッチャーおるので、えー、調整ありかなと思うんですけども、まあ、伊勢選手もねあの休ませた,たいところあるんですけども、まあ、やっ代えるピッチャーもいないし、えー、今日、ね、やっぱたまたまお題でしま まただけなのかなと思うところはあるので、えー、次回はしっかり修正してほしいですね。やっぱりマ崎選手やっぱ動的な場面は良くないのかな、そういう感じのやっぱ印象を改めて思いましたね。まああのピッチャー陣でしっかり休んでもらって、またね好調で明け頑張っていただきたいなと思ってます。はい、そうではね今日はこんな感じでね最後にメンツカドコ選手を切りまして終わっていきたいなというふうには思います。そうですね、今日のメンツカドコ選手は復活のエスコバー選手をなりていきたいなというふうには思います。えー、メンツカドコおめでとうございます。今回がどん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 なりで。 いってくださいはい、今日はこんな感じで終わっていきます。本当にね、興行さん金曜日からはですね、大事な大事なハマスタで阪神戦始まりますので、しっかり買っていきましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。今日はチャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。いつもこんな感じで撮っておりますので、また見てください。それではですね、お疲れ様でした。バイバイ。あ日これ。青木選手の投資、火間、につき進め、浜の空に声がけ、進め、シャリー,ロードー、カットバセーケいた。